今日は、バスティアン・クントラーリの清水さんのフランス料理のバーのお店にお邪魔してますなんで、今日お邪魔してるかっていうと、清水さんから、一緒にお話ししませんかって言って、まあ、オファーがあったんで、いやもう同い年っていうこともあり、同じ彦根市内っていうのもあり一度僕もお食事に来たこともあったんで、じゃあ一遍一緒に撮りましょうって言って今日来たんですけど、なんで、はい、今日ね、はい、一緒に僕も撮りましょうということになったんですか。そうですね、まあ辻さん、辻先生って言ったらいいですか。もう辻さんでいいですよ先生でもいいですよ。辻さんから、まあ、こちらの本を、まあ、検本していただいて、はい、読ませていただいて、で最近は YouTube をちょっと見させていただいてて、はいはい、でこうすごく感じたことって、まあ私も一応こちら本書かせていただいてて、そうですね、はい、はい、同じ出版経験者同士なんですけども、はい、まあ私は昔リッツ・カールトンというホテルで大阪のオープニングの時から4年間ちょっと修行させていただいたんですけど、そのリッツで学んだことをすごい思い起こさせるっていうか、思い出させるようなことがすごく書いてあったんですね。これ嬉しいリッツですよリッツ・カールトンの人がリッツと同じことが書いてあると、あ、同じことじゃないですけど、あ、めちゃん嬉しいそれでちょっともう興味持って一個はちょっとお話してみませんかっていうふうにちょっと私の方からオファーさせていただきましたで、まあどういうことかっていうと、このリッツ・カールトンって結構サービスが有名だと思うんですけども、うんうん、そうですね、初代社長のシュルチーさん、はい、で彼、まあ、直接会って喋ってた時に言われたのが、うん、サービスって一人一人の特殊能力じゃないよ、サービスって科学だよって言い切ってるんですよね。だから、はい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 、じゃあリッツ・カールトンが世界中で店舗を展開して、うん、それで全部成功させてきたっていうのはなぜかって言ったら、うん、はい、サービスを作るロジックがしっかりあるってことなんですよね。なるほどね。つまり理論的にサービスっていうものをちゃんと捉えてて、だから感覚でもしやってたら人に教えることできないじゃないですか。理論的に考えてたらサービスを理論的に教えることができるじゃないですか。はい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 。でその辻さんが書かれた本で YouTube でおっしゃられてることとかっていうのも全部結構ロジックですよね。嬉しいそうなんです、そうなんです。で実はなんかこう営業って昔のドラマとかで行ってこう社長に気に入ってもらうためにいろんな芸やったりとか特殊個人の特殊能力みたいなところがドラマに描かれてたりとかした時もあるじゃないですか。今どうかわかんないですけど、はいはいはい、それじゃなくてロジックなんですよね営業も。そうですそうですそうです、そうです、全くおっしゃる通り、うん、でそのでだからその辻さんのロジックっていうことを学んだら売れる営業マンになれるだけじゃなくて、教えることで売れる営業マンを育てることができる。はい、はい、じゃあリッツ・カールトンのサービスができるサービスマンを育てることができるのと一緒なんですよ。おお、なるほどね、なるほどね、いいな。あれなんですよね、セールスもそうですし、マーケティングも、マーケティングがよく言われてるの、マーケティングは科学だと、で多分同じだと思うんですけど、なんで科学かっていうと再現性があるから、誰がやっても同じ結果を得られる、これが科学なんだ、この人がやるから結果が出るんだけど、この人がやると結果が出ないっていうのはこれはもう科学ではないと。だからマーケティングは科学だ、誰がやってもいいから、誰がやっても結果が出るから、マーケティングっていうのは習得した方がいいよと。同じですね、業界は違えど、違えど言ってることやってることは。あとね、その私まあまあ何冊かその営業の本も他に読ませてもらって、そうなんですね、読んでたりするんですけど、はいはいはい、
かにこうちょっと辻さんの本と違うのが何かで、リットと共通するのは何かって言ったら、はい、お客さんのことすごく書いてるじゃないですか。そう、お客さんはそうじゃ、そう思ってないんだよとか、お客さんはこういうふうに思ってるからこういうことをするんだよとか、はい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 、だから買ってもらえるんだよっていうこと、うんうん、つまりリッツもそうですし、水産のそのロジックもそうですけど、そのまあロジックの下にある土台の部分っていうのは、うん、お客様であったり、まあホスピタリティっていうものがしっかりあって上でその上にロジックが成り立ってるっていうのはもうリッツ・カールトンのサービスと全く一緒なんですね。なるほどね、なるほどね、嬉しい。あのリッツと一緒だって言われるとめちゃくちゃ嬉しい。まあ、強いて言うならまあ小手先だけで売ろうとかっていうものはでは全然ないじゃないですか、うん、はい、お客さんを得させる、安心させる、そして信頼を得るためにはっていうところからちゃんと入ってらっしゃるなっていうのが、あ、嬉しいわ、あるから、嬉しい。なんか読んでてすごく、うん、だよねだよねと思いながらこう読めたし、あ、嬉しい、すす入ってきましたし、うん、嬉しいな。ちょっとなんかお話ししてみたいなっていう興味が湧きました。ありがとうございます。、はい、そうなんですよね、小手先は僕も散々やったんですけど、失敗するんですよ。失敗して、あ、ダメだっつって使えねーって言って、そこから本当に考えた時に成果が現れるっていうのがあるんですけど、特に僕もこのリッツカールトンの、僕は手にした時は地元 の、うん、サンミュージックで本探しに行ったらこれがあって、俺文庫本になってるとか思いながら文庫本を読ませてもらって、このでお聞きしたいなと思ってたのが、はい、まあ、せっかくリッツ・カールトンの、しかもリッツ・カールトンが日本に来たっていう時に、うん、第1号、1号っていうんですか、第1世って言ってるんですか、そうですね、1号っていうんですか、のオープニングスタッフのメンバーとして選ばれて、リッツ・カールトンを日本で立ち上げたっていう清水さんなんですけど、多分僕がすごい聞きたかったのはリッツ・カールトン の、 面接、はい、気になりますよね、面接ですよ、リッツの面接。どんな面接をしてたのか。これをちょっと細かく聞きたいなと思いました。最初何時面接まであるんですか。でも2時ですね。2時では、はい、1時面接って電話なんですよ。電話、電話、心理テストみたいなもんですね。最初に履歴書かなんか起こるんですか。そうですね、私の場合は学校から、はいはい、専門学校行ってたんで、はい、学校からリッツの方に、はいはいはい、送っていただいて、はい、だから学校の先生から、はい、何日の何時に電話かかってくるから、はい、ちゃんと対応しろよっていう、はい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 、はい、ちょっとごめんなさい、専門っていうのは、飲食の、観光でした。観光、僕旅行の専門学校行ってたんで。あ、へえ、そういう専門学校があるんですね。あって、はい、ホテル科と旅行学科があって、僕は旅行学科だったんですけど、はい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 、まあちょっとホテルに向けてみようかなと思って。へえ、で、そのリッツが日本に来るっていう情報を知ってたのはその学校経由から。学校経由です。ああ、なるほど。最初聞いた時全然分かってなかったですけど、何がリッツがどんな人かと。そうそうそう。で、内定もらった時も、はい、ホテル学科の友達のとこ行って、はい、なん僕、なんかリッツとかいうホテル内定もらったけど知ってるって聞いて行って。友達なんて言ってました。貧縮。ありましたね。ふざけんなと。そう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 。何どうしたのっていう。そんな感じでしたね。あ、それぐらいリッツを何も知らなくて受けて、受けたい、そうそう、受かったと。受かっ、知ってるメンバーからお前ふざけんなと。ふざけんなと。あ、じゃあちょっと話戻して、で学校から行って、で、あ、学校から紹介を受けて、うん、でエントリーシートかなんか履歴書かなんか送ったんですね。何年前ですかそれ。20、ああ
23年前の面接の時で今は分かんないですけど、うん、で電話がかかって何時ぐらい電話がかかってきたんですか。昼ぐらいですかね、昼過ぎぐらいに電話がかかってきて、はい、家に家に、ああはい、そういうの、あの携帯まだ持ってなかったんであれ20年前でまだ携帯ありましたよね。ありましたよ、20歳の時ありましたよ、ね、あったけどその時持ってなかったんですよ。ああはい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 、まだ0円がまだなかった時代です。うちの実家携帯繋がらなかったんですよ。え、田舎ってそんなことなかったですか。あ、ここ県外やとか。あ、でもあったかも。その県外だったんですよ。あったかも。だから、はい、ドコモでしたけど最初に持ったのもダメでした。で社会人になってから携帯持っても実家帰ってきたらあマジっすか、携帯使えへんやみたいな、アンテナが圏外になってるって面白い、20年前がそうだったんですよそう確かにありました、うん、だから持ってなかった、はいはい、家の電話に持ってたとしても結局ね繋がんならない家にかけてもらうしかしょうがない、はいはい、家かかってきて昼間に、昼間ですね。それは、ごめんなさい、いつご、何月ぐらいですか。何月ぐらいだった、3月いや、いやもっと早い、秋ぐらいだ、秋ぐらいですか、はいはいはい、結構遅かったんですけど、家にいらっしゃったとは土日にかかってきたってことですか。いやいやいや、平日に、でも学校行ってるんじゃないですか。いやもうそれも学校も面接の電話がかかってくるはずとか、あ、だって就活だったら学校としても就活も優先させるじゃないですか。あ、そうか、はい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 、それで電話面接しました。なんて聞かれたんですか。あのね、そんなに覚えてないんですよ。はい、で、それぐらい印象のないような質問をすごいされて、それを答えるだけなんで、でも心理テストみたいな感じですかね。結構でもそれがすごく信憑性あるというか、あの社長は信用してたみたいです。その電話の電話の面接、え、電話口は社長が電話してきたんですか。いやいや、あの人事、あ、人事の方は、はいはい、シュッチーさんは結構信用してるって思ってましたけど、もう電話の電話の面接の、はい、その心理テストみたいな覚えてないんですか。どんな、一個だけしか覚えてないんですよ。あ、なんだったんですか。それが VIP が来たらどうしますか。おお、面白い。ほう、 VIP が来たらどうしますかで、なんと答えたんですか。その時に一番いいと思えるサービスを出します、いつも通りがいいと思うんやったらいつも通りのサービスしますし、みたいな、そんなこと言ったと思うんですよ。あ、なるほどね。それが良かったんですね、きっと。特別扱いしますとかじゃなくて、ですかね、ちょっと分かんないですけど、そこら辺は。それは、ごめんなさい、マニュアルがあったんですか。こう言われたら、こう答えろみたいな。あ、それはないです。ないです。全くないです。自分で考えてたわけでもなく、そう。で、ありがとうございましたって言って、何分ぐらいだったんですか。あと、どれぐらいだろう。そんな長くもないし短くもないんですけど、5分10分ぐらいって感じですか。10分か15分ぐらいかな。ああ、でガチャって切らずに最後の質問終わってから、はい、では次の本面接に来ていただこうと思いますのでって言って、その電話口で、電話口で、確か電話口で言われたと思うんですけど、あ、すごい即断即決だ。そうそうそう早いんですよ。早っ、あ、なるほど。でもう次いついつありますからっていうのを聞いて、でそのいついつあるっていうのは確か連絡しますまた連絡する、うん、ああそれは何で連絡、はがき手紙か何かで来たんですか。それも学校経由だったかな。学校経由、内定も学校経由だったんですよ。おお、だからな、学校行ったらジムのお姉さんと先生が笑顔でやったなって言ってくれはってうちからリッツが出たっつって、ってことは他にもやっぱみんな結構受けてた人が多かったんですか。いや、あのね、受けてる人いてなかったんですよ実は。あ、でそのリッツが来るっていう
何やろ、なんか就活、ホテル学科の人みんな就活終わってたの、その時に。え、早っ早くないですか。早いんですよ、みんな早かって。へぇ、でもあのホテル学科の人ってホテル働きながらホテル学科行ってたりしたんで。あ、なるほど。結構現実よく知ってる子多かったんですよ。その時に、いや、自分は田舎の、はい、ちょっと、まあ、ゆっくりできるようなホテルの方が向いてるしとか、割と、だからリゾートホテル行ってる人多かったなってイメージが。へぇー、してる。それ、いくつもホテルをいろいろ回ってきて、あ、自分はこっちが向いてるなっていうのを、っていうのをホテル学科の人が、へぇー、見てました。じゃあ次、二次面接なんですけど、はい、それはもうどこで行われた。大阪、梅田で。そのリッツのホテルの中、ホテルの隣のビルで、もうリッツできてからすぐ取り潰された場所だから、結構ボロボロとこでしょ。ごめんなさい、リッツはもうできてたんですか、ホテルは。できてましたけど、中はまだちょっと最終的な工事とか、そういうことですね、とかやってて。そういうことですね。で、行かれて、面接官何人ぐらいいたんですか。2人。あ、2人で、清水さん1人。僕1人。おお、なるほど。で、どんな感じやったんですか。いや、もうすっごい笑顔で迎え入れられました。あ、どうも、今日はありがとうございます、わざわざ来ていただいて、つって。ごめんなさい、なんかホテルのイメージだと、なんかドアまで開けてくれて、どうぞみたいな、どうぞみたいな感じではないですよね。ではないです。お客さんじゃないから。まあ、あのね、でもゲスト扱いされた。ゲスト扱いされました。で、他のちょっと誰だったかな、支社長の高野さんの本読んでた時は、はい、なんかホテルの部屋に通されてピアノが鳴っててみたいな面接も書かれてたりしたんですけど、僕らの時はそういうのはなくて、結構ボロボロのでしたよ。で、その面接官は、男性の方。そうですね、男性2人。年配の方だった。年配の、そうです。後っていうか、まあ、服装支配人の志方さんと、はいはい、この方は本出してらっしゃるんですけど、はい、で、後の私の病院部の次長の加藤さんって方が。なるほどね。で、面接の内容は、内容はもう当たり障りなかったりとかしましたけど、ただね、本当に喋りやすかったんですよ。はいはいはい。笑顔で喋りかけてきてくれはって答えたら、すごい熱心に聞いてくださるし、で、一番でもちょっと焦ったのが、はい、今日朝起きて、はい、ここ来るまで全部英語で説明してって言われたんですよ。出た外資系。あ、なるほど。英語は勉強されてました。大してしてないですけど、はい、まあでも説明できへんこともないし、単語並べてここまで来ましたって喋った時に、はい、すごいニコッとして、ニコ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 されて、はい、どうしたのかなと思ったら、いや、ごめんね、今ね、別に英語がどれぐらい喋れるかって全然試したわけじゃないんですよ。ああ、はいはいはい。清水さんがどのぐらい頑張ってくれるかな、どれぐらい伝えてくれるかなっていうのを見たかっただけなんですよって言って、すごいなんか今頑張ってくれはったし、これからもずっとそういう気持ちでこういろんなことを頑張って、やってくださいねって言ってくれた。ありがとうございますみたいな。何分ぐらい喋ったんですか、その英語って。もう朝起きてから会場来るまでなんで、3、4分も喋ってないですよ。短い。いや、もう本当にそんな程度です。そこまで、そう、まあ、高校生こうしてた。いや、もっとあたふたしてましたよ。汗もかきながら。そんな感じ。手振り身振りも交えてるんですか。もうしてたと思うんですけど、テンパってましたね。ほら、英語で喋れ言われたら、ちょっとね、予定してなかったの。予定してなかったと思ったんで、まあ、わざとでしょうけどね。ねえ。なんか、本にも書いてあるんですけど、うん、尊敬している
人は誰かって聞かれて面白いなと思ったんですけど、好きな人とか尊敬してる人とか、なんかどんな人が好きですかみたいな話されて、はい、なんか調子乗って喋ってたんですよ、相手に乗せられて。はい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 。でも個人的に北斗の拳好きっすねみたいな北斗の拳ほんまに書いたんですよこれケンシロウでしたよね確かに。で、なんで好きですかって言うんで、主人公のね、ケンシロウはね、どんな絶望の淵にいてもね、愛を信じ、愛のために傷つくことを恐れず、愛のためにこう正義を貫き通し戦い続ける男なんですみたいな話をしたわけですよ面接でさ、北斗の拳は熱く語れますかと。まあ面白い。でもね、本当真剣に聞いてくれありまして、多分僕それ良かったんやと思います。それもあるかなと思う。ケンシロウを熱く語る人は美術館で初めて見たって見た面白い。それでね、面接終わった後のこの清々しさで、それはもうこちらがもう、ま、満足したって感じ。もう出し切ったし、自分の素をちゃんと出したし、これで取ってくれあるんやったら僕はこの会社合ってると思う。でもあかんかったらそれはしゃあない。今までの面接ってなんかこう自分を作ってるっていうか、向こうが気に入るんじゃないかみたいな人間を作っていってるような気がしてたのに、自分の素を出して面接させてもらって、あなんかすがすがしいっていう気持ちにすごい受けましたね。ちなみに清水さんも僕と同い年だったら結構就職氷河期の世代じゃないですか。がっつりそうですよね。就職氷河期の時のその求人ってめちゃくちゃ少ないじゃないですか。めっちゃ少なかったですよ。ですよね。で、面接って何社ぐらい受けました。いつやろう、結構受けました。6、7あ受けてますよね。ぐらい、はい、その6、7社受けた中でも最高の面接やったと思うんですか。そうですよね、間違いない。私の立場からしたらね。はい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 。ああ、どういう感じで最高だなと思ったんですか。自分をこう素で出せたっていうっていうところですかね。出せたっていうところですし、やっぱ今まで上から目線で見られて面接してたのが、なんかこう人として扱ってもらって面接していただいたっていうような。はい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 、なるほどね。これ今思えば、その普通の面接と違ってリッツだけ最高だと思ったその、なんでリッツは最高の面接だとあの時僕は思えたんだろうっていうのがありますか。なんでリッツだけあんだけ違ったんだろう。ああ今思い今思えば今思えばなんであんなに素になってベラベラ喋ることができたんだろう。みんな緊張すると思うんですよ、面接の。まずやっぱ緊張を取るような面接の仕方をされたってことですかね。どんな感じだったの。やっぱなんか笑顔でウェルカムしてくれるっていうのってね、なかなかないですよね、面接。みんな部長ドライもそんなんでした。確かに。あ、ちなみにホテルの面接を受けたのリッツだけだったんですか。他に受けました。3社受けた。ああ。ホテル業界の面接だけじゃないんですね。その笑顔で迎え入れる面接っていうのはリッツだけ。リッツだけでしたね、笑顔で迎え入れてくれた。なるほどね、面白いなさすがリッツカールトン。ちなみにその場でもう君採用だって言われたんですか。いや、それは後日。ああ、その2時だけで電話と面接だけ。だけ。いつ頃来たんですか、その面接が終わって。もう結構1週間後とか。すぐすぐではなかったんですよ、多分その、まあ、他にもいっぱい出るからでしょうね。いっぱい出たから。 でもまあまあ受かった時に電話してたんかなと思って
いざ蓋開けてみたら蓋開けてみたら競輪までしてたんじゃないかなと思ったらえ、そんなに来てたのっていうぐらい来てたみたいですね。あそりゃそうでしょうね。だってリッツ日本に来る初めて来るっていうオープニングスタッフですからね。で、いつから働き始めた